はい、こんばんは、こんにちは。エルダースクロールズオンライン。チャンピオンポイント165になりました。とりあえず、今日もね、やっていきたいと思います。いざ、ログインして。今日はですね、なんかコーヒーブレイクとかティーブレイクの時に、金作の剣をね、いろいろ検索してみたんですけど、ギルドショップなるものはね、今まで完全にギルドショップ使っておりませんでした。なんで、そのギルドショップに出品できるのか確認したいかなとか、そんな感じのことを思っております。よし、来たね。よし、とりあえず、あ、また来ましたね。まあ、いつもの、お荷物ですね。素材とかが届くんで、受け取って。よし、じゃあやっていきましょう。あ、格闘してるね。ちょっと下手に助けれないからごめんね。この辺をよくね、見てないんで、銀行ってどっかな。調理屋シェフでしょ。ここ、アームズマン。増上所。ここかな?ちょっと待ってね。よいしょ。銀行の位置が分かってないぐらい、銀行を利用してないんですよ。マーラの。ここか。ここですね。マーキング入れて。よし。用意して。行こう。あれ?こっちか。もうね、ストーンフォール、歴は長いんですけど、銀行の方はね、コレクションの助手のこっち2人とも雇ってるんで、特に行くこともなかったんですよね。ここですね。行ってみましょう。ただ、英語版の時はね、オーリドンの方で、銀行をよく利用しておりました。ここでいいのかな?とりあえず話して、フラール預金庫へようこそ。ギルドストアありますね。閲覧、売却。わお!すっごい金額で売れるよ。あ、1個30で 85×30? まあ、いろいろ出品で、はぁ。ユニークはさすがに売れないか。そうなんだ。たださ、試しに、あ、こういうさ、こういうのも売れるんだ。で、閲覧全アイテムから、例えば、ギルドアイテム、クラフトアイテムの価値じゃなくて、不樹系のルーンストーン。ちょっと検索してみましょう。送信?アイテムなし。何?アイテムなし。検索結果変えてください。プレイヤーレベル、チャンピオンポイント。アイテムなし。あれ?ないぞ。出品されてないってこと?何かいるかな?これって、これダメだよね。よくわかんない。もうちょっと調べよう。まあ、なんとなく出品できるの分かったけど、どうやら検索しても出てこなかったってことは、ギルド内だけってことなのかな。ちょっとソーシャルでギルド、名簿、人数ってわかるかな。あ、
98人いるのか。で、あとなんか外とかにさ、結構ギルドストアあるじゃない？ああいうとこに出品とかできんのかな。これもそうだもんね。どっかのギルドのあれなんでしょ？わかんないけど。どうも。全アイテムじゃなくて、グリフ。で、鎧、武器グリフ。権限なし。ただもしかしたらグリフもそうだけど、武器グリフじゃなくてクラフトの鍛冶じゃなくて不樹のルーンストーン、そう、こういうやつも結構いい値段で売れるじゃない。こういうのって所持品の物資の、物資じゃなく消費アイテム、違うな、クエストアイテムじゃない、どこに行ってんだろう。コレクション、助手の頭取予防来たね。欲しい商品があったらお出し。引き出し、ここに全部入ってるんだよね、きっと。あれ入ってねえじゃない。お預け入れ、ちょっと待って。いつもここで分解したときに作成だろ。ほらこんだけあるもん。こういうのも結構高く売れるんじゃないかなと思ってんだよね。まあよくわかんない。はい、まあとりあえず地味な船長にスカイウォッチで話すってことなんで、とりあえずまずね行かないとね。まあだけど英語版からやっていながらも、不自由も一切やってこなかったんだけど、不自由は不自由なりに取って集めてるから。まあ行こう。私に逆らう。そうだ、すっごい喉乾いてたんだった。とりあえずこのローディングの間にビールのも、スカイウォッチここですね。いいよね、ここ。あ、違う、ここか。 OK、 じゃあビール開けましょう。イエー。今なんか8万とか持ってるけど特に使うこともなかったから、なんとなくこのレベルに到達した時にはこんだけ持ってましたみたいなね。よし、到着したね。じゃあ行きましょう。鎧着て、このしまい方も最近知ったんですよ。あ、痛いね。ハロー。お、何かご用？お、毛並みのいい、腕の毛並みとかすっごい美しいで、そんな感じ。女王陛下が、yeah. もちろん連れて行きましょう。あなたさえ良ければいつでもヘブンへ出航するわ。船はどこ？船なら置いてきた。あら。でも今は共に飲みましょう。yeah. 長い航海の前に灰を組み交わすのは幸運を招くから。あなたが飲めないと言うならバルケルガードで会いましょう。 OK、 いいね。一杯飲む時間はある。賭けをしない？飲み比べよ。グラスを交互に飲む。あんたが勝ったら自分だけの個室を与えられヘブンに行ける。だがこの者が勝ったら航海の間中全員の服を洗ってもらう。どう？ OK、 飲み代がおごりならな。よし、決まり。乾杯。足が立たなくなるまで飲みましょう。足といえば
補給係はパリッと折り目がついてるパンツが好みだったわね。ああ、OK? あ、OK ってそう、やるわけでもないんだね。飲んで到着して、なんでこんなとこにいるんだ。ウッドエルフの紡ぎ手には魔力があるというのは本当よ。でも私の書、バックパック職人だって。我々にはみんな運ぶ荷物があるわ。あなたも毛並みがいいな。バックパックのアップグレードを購入。うわお、ちょっと高いな、やめとこう。ジミラ船長にバルケルガードで話す。どこだ、全然。うわー、なんかめっちゃちっちゃいよ。こっちの方向、めっちゃちっちゃいよ。バルケルガードって、あ、ここね。まあまあ行きましょう。じゃあね、こっちだね。私がシルベナールの紡ぎ手の調査を。じゃあ、いやー綺麗だね。もう一個下か。よいしょ、はい、到着。じゃあ行きましょう。まあ地味にオールドンでフラフラっとさ、みやびの装備集めるってのもいいんだろうけど、まあ行きましょう。まあストーリーやって、まあそれでレベルも上がるしさ、スキルポイントも結構もらえるしさ。 OK、 到着。頭の中をサンダーバグが這い回っているわ。うん、とにかく私の勝ちよ。オブランが洗濯物を持っていく毎朝ね。それは違う、こちらが勝ったぞ。インチキはするな。わかった、わかったよ。あんたの勝ちでいいから静かにして。ああ、サンダーバグが頭の中で卵を産んでるような気分どんな気分だよ。準備はいい。オッケー。あと大声を出しながら考えるのはやめて。オッケー。英文へ立つ準備はできた。うーん、あー、ええ、プローラー号と衣の目が回らなくなったら。オッケー。出発。おーっと、クラウド。懐かしいな、ウッドエルフの時にここで結構ね、あの窃盗行為したんですよ扉開けるときにも結構ガードが少なくて、結構侵入できるお家があって、お家に入ったら結構ね、金額、まあ2個目のマップだし金額も結構良くて。到着したけど、クエストがいろいろ発生してますね。なんだ、やめとこうか。すごい綺麗だよね。なんだろう。OK。まあクエストもすごいいっぱい受けてるから。いまいましい海賊どもを追い払って。どうした、ジーラ。ヘブンのあたりは海賊が出るの。まずいことね、あいつらは幻想から船内に入り船体を破壊したのよ。私の船にまた穴を開けるつもりなの。ちょうど修理が終わったところなのに。何かできることはあるか。邪魔者がそばにいたら流骨の補強なんてできやしない。あは、そういえば近くに兵士がいるのを見た。オッケー。まあ、せっかくだからやっていこうか。よいしょ。
いや綺麗なとこだな、綺麗すぎでしょ。 Hello。 あの船プローラーでしょ。 Yeah。 船長と船員の物語を聞いたことがあるわ。事態がこんなに切迫してなかったら彼らに会ってみたかった。何があったの？わからない。最終教練としてガレシュリ教がヘブンに私の部隊を連れてきた。おお。しかし私たちが到着した時、町は海賊に襲われていた。 My gosh。 漁師たちと共に市民を町から逃がしたのよ。誰がヘブンを襲った？ジャックドー、ロングコースト一帯を襲っている海賊団。海賊団か。しかしたった一隻の海賊船でどうやってここまで損害を与えることができた？ それにこんな短時間で町を破壊するなんてできるはずがない。ガレシュリ教徒は誰だ？たてがみの代弁者よ。彼は我が民をドミニオンに連れてきてくれた。カレ付きの衛兵としてお使いできて幸運よ。ドミニオン内の他の島にいる人たちにも私たちのことを紹介しようとしてくれた、うんうん、我々の初めての旅がこれほどまでに素敵なものになると彼も想像してなかった。災難だったな。わからない。私は彼が町にいるレジスタンスを再結集する間、避難民を守れとの命令を受けたわ。私は火事との兵士と話すで、話してんだけど。あの船わからない。最終教練として、これか。漁師？攻撃されている時は港から。代弁者はエンダーレ将軍を探しているんだけど、彼女の守備隊の形跡を見つける。避難民から話を聞く。うん、なんかこのクエストを英語版でやった気がする。昨夜眠っている時、いっぱいに荷物を積んだ船が港の埠頭に入っている夢を見たんだ。夢を見たんか。あれはいいことが起こる前兆だと思った。何から何まで間違ってたんだ。陸橋を見た。彼はたくさんの兵を引き連れて沼地の中を歩いていたよ。みな沼の水よりも緑に見えた。Oh, yeah。 だけど猫の王には頑張ってほしい。沼地の反対側へ行ったよ。ヘブン港からしかあの場所を見たことがなかった。沼地の中を歩くなんて思っても見なかったよ。猫の王の後を追うなら沼地を渡って城壁まで行くといい。彼はきっと門のところにいる。あの沼地について知っていることは？今晩初めて見た。錬金術に使う物資を取りに見習いをそこに送ったんだ。ホーバーが這いずり回ってるって知っていたら賃金を増やしてやったのに。ね、そんなには増やさないけどね。支出を抑え、寝そうになったんだけど叫び声が聞こえたんだ。外を見ると、okay。 松明を。丸まったで。海賊でもそうでなくても私には動かすべきものがある。やらなければ何。なるほどね。ウッドオークとともに伝説の書物を発見。まあ沼の方に行って話すんだな。助けてくれるとありがたいわ。初めての素材だな。ちょっと待て。そうなんでね。だからその所持品の甲羅ってアホみたいに持ってんでね。クロコダイル、あっちにもクエスト発生するな。うわ懐かしいな。でも綺麗すぎだろこれ。こ
こんなとこ冒険できんですよ ESO。こいつは動けないから、もう待つかな。えい、よし、アルティメット100たまった。おたまき、イエー、おたまき、お、シルクだ、いいね。なんか敵がいっぱいいた気が、なんか記憶があるんだけど、やっぱいるな。PSP ってお前PSP って助けてくれ、怪我をしてるんだ。 OK、 この中か。カジートいっぱいだな。はい、よく。あ、ライオンみたいな人。私の他にもいるはずよ。なぜ彼らは壁の方に来なかったのかしら。リーダー、数がよほど上回っていなければ直接攻撃でヘブンを奪い返すことはできない。おいえ、勝利の鍵は砦だ。うん、手助けがいるとカザージ副隊長が言ってたよ。彼女は鋭い爪を持っているな。だから責任者にしたんだ。今回の海上訓練は私の兵士たちにとって有意義なものになった。Yeah. 私は彼らにヘルスウェアの外での生活を体験させ、ドミニオンの市民であることがどういうことか知ってほしかった。ほうほう、これは予想していなかったが。わあ、偉大なるエンダーレ将軍だ。ドミニオンの英雄に私の兵士を紹介したかったんだ。彼女がいなくて残念だ。我々が到着する前に彼女の翡翠の竜騎兵は町から撤退し、町を無防備な状態にしたんだ。彼女がいなくなって海賊はその穴を埋めようとしたみたいだな。なぜ彼女が去る。質問は別の時にしてくれ。今はこのジャックドーと名乗る海賊団をどうにかしなければならない。なぜジャックドーがヘブンに長居したのか突き止めなければならない。市民たちに対して何かするつもりだろうか。私のノートを持ってジャックドーの副官たちを見つけろ。彼らが言うことは全て書き留めてくるんだ。ほうほう、そうすれば我々も状況をつかみやすくなる。殺してはダメ。ダメな理由は見当たらない彼らがジャックドーの船長にとって重要な存在なら、うん、指示を記した書状を持っているはずだ。海賊の計画が分かるのなら手段は問わない。 OK。 指示を盗み聞きするか。盗むね。ゲシュリ、私は物資を取りに行くために宿屋を出たの。そして今の私を見て、大勢の自滅的な兵士たちと一緒に家の中に閉じ込められている。エリアリオンならどうすればいいか分かったでしょうね。誰よそれ。その人は私の雇い主で宿屋の主人よ。私たちが近くの沼地を通って物資を調達しようとした時に海賊がヘブンに攻撃を仕掛けてきたの。ほう。エリアリオンやみんなはチリジリになって沼地に逃げ込んだ。私は町に戻って隠れた。そうしたらガレシュリ教が町に現れた。奇妙な一日ね。他のみんなどこ。エリアリオンなら自分で何とかするはず。あは。でも他の従業員はどうかしら。うん、彼らは町の壁や石畳の道には慣れているけど、ストラングラーやリューサのことはよく知らないの。沼地を通るようであれば彼らのことをお願いできないかしら。あ、オッケー。まあ、ついでにもらえるとありがたいんだけど。声かけるよ。失われた財宝クエスト開始しました。まあ行って、まあいれば助けましょう。さすがに
闇の一刀のあれができないか。方向的にこっちだな。沼地にいる従業員を助けるがサブ。この辺にいてくれればいいんだけど。あ、いた。バレないかな。バレてるね。なんか触手攻めされてるよ。シルク。Thanks。あらー、助ける。はいはい。死んだかと思ってた。ここから出られるなんて。よかったね。あとお二人か。あ、いた。攻めは辛いぜみたいな。なんか何してんのあんたは。あ、店長じゃん。宿屋の。もし私が決断していなければ我々はここにいなかった。ついでに水袋。はいいとして、いやー、いい感じですよ。本当にこっち出ちゃうよ。あ、いた。おい、で、あとはハルス。レイジルは助けを求めてヘブンに行ったと思ってるわ。彼女を見たら私たちは無事だと伝えてちょうだい。 OK。 やばい。危険なヘブン。なんかいるな、いっぱいいるな。お手青い。こっからはいけないか。水きれい。中通ってかないかんね、結局ね。まあ中通っていくついでに、さっきのさ、ゲッシュリだっけ。うわー、おい、よいしょ。はい、よいしょ。Thanks。 まあ宿屋の主人の話を報告して、大丈夫だったよって伝えよう。信じられない、うん、こんなにたくさんの兵士がいるのにきちんとしたメスキットもないの。物資を持って戻ればいいのに、うん、本当にそれは素晴らしいわ。お願い、宿の税金を払うには宿の収益だけでは足りないの。それを補うために副業をやってる。
その副業？そうね。厳密には違法じゃなくてもドミニオンが反対しているからという理由で受け入れられない事柄もあるのよ。OK。はいはいはい、ちょっとした副業またねやりましょう。ついでだからね。これか。するか一発で。おい、なんかこっちにいっぱいあるぞ。なんかボスっぽいな。強くないぞ。あ、これか。OK。 あ、これで1個。あ、なるほどね。あの、多分スニーク状態で近くに行けば多分話は聞けたんだね。ムンシュガー、オッケー。あとマングローブ。静かに。あれか。戦利品はもう十分だ。荷車を持ってこい。死体と一緒に砦まで運ばなければ。死体？新しいのを作ろうか。反乱でも起こすつもりか。道端にあるのを使え。なるほど。あとジールデイさん。この中もなんかちょっと調べてみたいけど、また時間あるときにやろう。マングローブジュースを集める。ん？バレた？どっかにあるってことだろう。あ、それか誰か持ってんのか。こいつやろうか。ざっくり。はーい。ごはーっうわー、リーパーズマーチの宝の地図。リーパーズマーチがどっかわかんないんだけどさ。持ってなかったな、マングローブ。研究特にないな。解体特にないか。まあ手荷物まだ余裕あるからいいよね。
OK 完了。魔術師ギルドでケジュリの関係者を見つけると OK。 これはいいとして、じゃあメインクエストをやっていきましょう。今やってるクエストね。もし、どう？ああ、いかん。あのワマスを渓谷の水の中心に置いてくる。町を支える柱は大丈夫なの？ようやくだ。だが今は脱出経路を塞がれている、うん、儀式が終わればその方法以外で生きてヘブンを出られなくなる。なるほど。港の近くを調べる。ちょっとこっちだね。この人殺そう。いや、こっち見た。ほい。OK。お、しかもルーンストーン発見。漁師と避難民を守るためにヘブンの衛兵が何人か到着したの。私は何か分かるかもしれないと思って浜辺を密かに歩き回った。そしてあなたに会ったの。それでこれからどうする？そう、計画を探ってくるように頼んできたから見つけた内容がこれだ。本当？ジャックドーはどんな計画を立てているの？何？なぜ海賊がそんなことを？要塞に行って止めなければ、oh、しかし彼らが要塞を占拠しているのだ。門には鍵がかかっているはず。どうやって中に入るの？ここから入っていくんだろ。よかった。あなたが要塞に入り門を開けることができれば援軍を送れる。ガレシリ卿はどこ？彼にこの計画を伝えなければ。うん、外壁の近くの廃屋にいたよ。それでは急がなければ。あなたの考えは後で教える。 OK、 頼んだぞ。おい邪魔、中行きましょうか。よし、砦に入る。マップが見えてますね。単純に、いやスカイリムのダンジョンもいいけど、オーマイガーシュ、オーマイガーシュ。まあやってきますか。こういうエリアチェンジすると鎧が切れちゃうんでね。
おなしゃ。オーマイガー、お前からまず殺して、よし、あとは普通に行こう。ボタンを押しすぎた。特になんもないな。オッケー、ゴー。密売人の計画。入る方法を見つける。だ、結局最後下に落ちろってことか。落ちてそのまま落ちなくてもいけるっぽいな。うわ、めっちゃついてきてる。あ、ついてきてる、ついてきてる、ついてきてる。ついてきてる。うわ、ついてきてるな。諦めたか。間に合わないぞ。まことに最上のクリフ、こういうの高く売れそうだよな。またこうするとすごいスカイリムっぽい臨場感半端ない。やっぱりスカイリムより後に作られただけあって、ダンジョンのこの質感とかリアルさが半端ないよね。これ何何、弓？あ、あれー、ラオー、武士スペルシャープナー、シャーパー、この辺って結構金策にいいのか。大魔術師だよ、いいなその称号。魔術師から殺してやろうと思ったけどな。OK、 thanks。
そんな元なんかすごいヤバそうなのいるよ。行く？行く？やっちゃう？削りが早いな。先に結構一発が痛そうだよな。 OK、 終わった。アイテム落とさないっていうね。何笑ってんだ。正面か。なるほど、着きました。おお、ほいしょ、よいしょ。いやーでもね、助かった、誰がいてくれて。アイテムに富士を追加するとき、あ、アイテムを選択して Y ボタンを押し富士を選択します。富士まだやってないんだよな、あんまり。トレッサー、ロックピック、ロックピック、結構ロックピック多いよね、入ってるの。これでみんながなだれ込んで、お、いい感じ。やったな、見事な手並みだ。 Thanks。 よくやった、友よ。お前が見つけたものを風味副隊長が持ってきた。次は何をすればいい。海賊団のリーダーはヘブンの通りをアンデッドの奴隷たちで埋め尽くそうとしている。なるほど。まだ阻止する時間はある。彼らは戦士ギルドから来ている。中に入って彼らの悪しき儀式を邪魔するには信用できるものが必要だ。オッケー、いいよ。ある腰の鱗に覆われた下半身にかけてやってくれると思っていた。これから海賊たちは戦士ギルドの守りを固くして髪をかけるだろう。鍵はどうやって手に入るの。渡すよ。OK。海賊の死体の上で見つけて、その印に見覚えがあったんだ。ラジーンの幸運がついている。彼らのもの以外を壊せば戦士ギルドは確実にお前を。破棄された戦士ギルドに入る危険なヘブン、ここですね。ゾンビ、素で食らうと結構痛いんだよね。結構あのスキルとかでごまかしてる。おっと、おー、やばい。もうみんなちゃんと頑張って掃除してくれよ。行って行って行って。いい感じ。ここなんだ。うわ、バレたぞ。気づいたら終わった。オッケー、到着。儀式を止めろ。うわー、なんかボスっぽいな。やばい。びっくりしたな。なんかいっぱいいるんだけど。あいつか。やばいやばい。
攻撃で。本当はこの人たち人間だからな。向こうに行くか。ジャグドの資料使い。メテオ。この範囲に入ってこい。メテオの効果がまだ残ってるから。アンブこれも壊して、あとここをちょっとチェックして、肉映えの幼虫。そう、まだこのエルダースクロールズオンラインでは釣りとかやってないんでね。釣りも結構楽しくて、結構そのツイッターとか見てると結構さ、釣りの素材餌買いますみたいなこと書いてる人いたり。行けなかったか。大丈夫か。こんにちは、友よ。やったわね、アンデッドは消えたわ。海賊たちは降伏したか逃げた。大丈夫か。教えてくれないの。ひどいってことなんでしょ。私は死ぬのね。絶対良くなる。本当か。あなたの言葉で希望が持てる。ガレシュリ教はいないわね。呼んでくるよ。ダメよ。彼は海賊に立ち向かうためにヘブンの人たちを集めている。お願い、私のことで邪魔をしたくない。分かった。もし私が名誉の負傷で死んだら、誇りを持って先人に会える。代弁者にお使いできて光栄でしたと伝えてほしい。伝えよう。あれ、もう死んじゃった。気を失ってるか。よかった。まあいずれこれで復活してねえってことを願うよ。でこれからこういうふうに攻略すると、今後はここでね、敵と戦わなくてもよくなるっていうことですよね。ヘブン校なんか今ちょっとエネミーっぽい。ああ違うか。ああ、さっきの廃屋のとこに行くんだな。オーケー。どっかローストンないか。オーケー。じゃあ、とりあえず、さっきのライオンに話しかけて、今日の配信は終わりということでね、終わりましょうかね。全然金策らしくことやってないけど、まあとりあえずギルドストアとかチェックできたし、自分の所属しているギルドも利用できるってことが分かったからね。お前見えてるぞ。あと、これから今後はここのとこも使えるんだね。いろいろショップがね。こっちか。馬屋も使えるようになったし。いたいた。Hello? ああ、あのアンデッドたちが倒れたとき、お前がやってくれたんだと分かったぞ。海賊の半分はその場で降伏した。いえ、彼らはお前がアンデッドにしたことが次に自分の身に起こると思ったに違いない。リーダーは死んだ。俺は三つのことを意味する。まずヘブンに侵攻してきた海賊を追い払うのに大きな役割を果たしてくれた。次にドミニオンの指導者はお前に非常に感謝している。そして最後に、光栄なことに私はその感謝の意を直接伝えられる。一緒に戦えたことを誇りに思う。はい、じゃあクエスト完了。なぜエンダール将軍は彼女の翡翠の竜騎兵をヘブンから引き上げさせたのか、ぜひとも知りたい。彼らの不在のせいで危うくジャックドンが勝つところだった。
カザージ、副隊長はかなり重傷だった。何？私が彼女を最後に見たときはアンデッドの戦士の間をすり抜けていた。そんなにひどいのか。ああバカな。魔術師ギルドの治癒士をやってすぐに処置してもらおう。カザージ副隊長のことは心配するな。彼女は6つ爪を持っている。おっと、経験値結構入りましたね。8000か、8000、うん、結構大きいね。で、あと今入手した装備の方チェックしてみましょう。足装備か、じゃんじゃんか。最大マジか上がるね。まあ変更しときましょう。シルクの手袋、いろいろ上がるな。マジか再生も上がるし、ショルダー、胴体が早く買いたいんだよな。あとスキルはいいとして、まあそんな感じか。166にチャンピオンポイント上がってますね。はい、じゃあ今日のところはこの辺で終わりにして、まあこの後はね、あのホワイトランじゃなくて、いつものストーンフォールのとこに戻って荷物整理、あと分解研究、そんな感じのことをやってお風呂行くかな。その後は多分スカイリムか女神転生1を遊ぶかな。はい、そんな感じで今回のエルダースクロールズオンライン終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。